神田神保町の中央福音伝道館。1901年頃、中央福音伝道館は、日本ホーリネス教会の最初の伝道書。日本メソジスト教会の伝道師であった、中田重春が、人間的な力による伝道に限界を感じて、精霊の力による伝道を求めて、アメリカに留学する。ムーディ聖書学校時代に、精霊のバプテスマを受ける。ムーディ聖書学校時代に、 シカゴのメソジスト教会で知り合った同志在住のチャールズ・カウマン夫妻が中田の支援者になる。日本に帰国してからも中田はカウマンとは文通をして信仰を深めていた。カウマンが自分の生涯について試作している時に1900年8月11日午後10時30分に中田を助けて日本伝道をすべしとの証明を受けた。チャールズが妻のレテイに告げると レテーも6週間前に同じ証明を受けていたので、二人で日本伝道をすることを決めた。カウマン夫妻はしばらくの準備を経た後、1901年2月1日の朝にサンフランシスコの港を出発した。メソジスト教会を脱退した中田は、どこかに伝道館を設立したいと考えており、カウマン夫妻を迎えるにあたっても、 新しい伝道館を設立する熱意を持っていた。1月号の炎の下に新設さるべき伝道館と聖書学校とカウマンの来日が予告された。2月22日にチャールズ・カウマンとレテー・カウマンが横浜港に着くとそこで中田と再会した。当時のキリスト教会は20世紀大挙伝道の記念伝道会を企画していた。中田とカウマンは 蕎麦屋で電動管建設を相談した。新しい建物を作る資金がないので、東京市の建物を探していた。雪の降る日に、神田を歩いていると、中田は、神田とは、神の田という意味ですよと言い、神保町とは、神が保つという意味ですよと言った。カウマンは、きっとここに神様が備えていてくださるでしょうと言って、祈った。神田神保町十番地の廃校になった。 二階建ての私塾の小学校の建物を見つけた。そこはメソジスト系の中国人が開いていた私塾の小学校であった。交渉を開始して年間240ドルの家賃で借りることになり、中央福音伝道館という看板を掲げて伝道を始めた。年中無休で夜ごとに伝道集会を行った。聖書学院の教師と生徒と家族、 1902年1901年4月には、電動車育成のために、聖書学校を開設した。1階に中田一家と女子が住み、2階にカウマンフィサイト男子が住んだ。また、4月1日に、聖書学校を開校した。1901年10月、山形県立岡町に、最初の地方電動館を設立する。1902年8月に、 アーネスト・キルボルン夫妻が、中田の働きに加わり、自給電動をモットーに活動をした。1903年2月には、最上郡新城町、八地に電動館を設立して、後には、栃木県宇都宮市、横浜市、伊豆などに電動館を設立した。日本における、福音派の歴史、中村里市長、命の言葉社、2078ページ。ありがとうございます。